私はヘドン。この塔の管理人。以後お見知りおきよ、夜お坊ちゃま。なんで僕の名前よ。お登るテストお受けになりますか。テストって。坊ちゃまが檻の中に入り、白い蝶ウナギを回避し、あのボールを割れば合格です。テストを受けますか。引き返すならば今です。塔は危険だ。あなたのような方はすぐに命を。アテナ・オニアナ・ジャカーブ。自分で扉を開けて入ってきたよそ者のこと、っていうか非選別者のくせに弱そうね。もうどうするんですか、非選別者と関わったりして。ああ、強いて言えばちょっとイケメンなくらい。テストのレベルをぐーんと下げても良いんじゃないの、ヘドン先生。私はここの管理人、塔にふさわしい人間か見極める必要がある。ヘドン、そこまで彼を塔に登らせたいならば、ユリ様、黒の三月を貸して差し上げたらいかがです。持つ者により鉛の塊にでも全てを切り裂く刃ともなるザハードに伝わる名刀。なりません。貸してあげる。あんた可愛い顔してるから。ユリ様。実は一つだけこのテストに受かる道がある。白い蝶ウナギから逃げ切るのは不可能。ならば逃げずに立ち向かい、口の中に飛び込むしかない。刺したの、口の中に入って。答えを知ってたならなんで教えてあげないのよ。答えが分かっても普通はそんなバカな行動はできない。でも少年には死の恐怖を凌駕する何かが、恐怖に立ち向かえる何かが、あの少年にはあった。どうなってるの、なんでボールが割れないのよ。そう私に言われましても。逃げなさい、早く逃げて。おい新入り、黒の三月に喋りかけろ。力を貸してくれって。お願い、力を貸して。嘘。少年、塔を登る力を貸せというのだな。違います。ん、お願いです、僕がラヘルに会うために力を貸してください。その可愛い顔に免じて力を貸そう、今回だけな。何、割れた。